人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。諦めんね一人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。ごと一発毎日が冗談じゃねえ始まりました。今日はですね9月の19日土曜日です。おはようございます。で昨日はサラリーマンの素晴らしさをたくさん話したんだけど、やっぱりなそれ来たらやっぱり飲食の、まあ、素晴らしいところも話していかないとまずいやん。なんで今日はね飲食の素晴らしさって言葉が正しいとは全く思ってないんだけど、ちょっと言っちゃってる、うん、自分がよくわかんないんだけど、いいところをちょっとね、伝えていけたらええんやな、いきます。飲食のいいところはまず人と出会える、まあお客さん、がやっぱね、昨日飲食やってるやつなんて頭いっちゃってるって言ってたでしょ。で行っちゃってる店には行っちゃってるやつしか来なくて、そのなんかね、いや、まあ、行っちゃってるやつのことが好きだからその店来るんだ、お客さんは。だからやっぱそういう共感持たれる人ってやっぱ行っちゃってる人が多くて、だけどそういう人がね来てやっぱ楽しいんだよね。だから毎日お客さんいると楽しいからやめられないっていう、のが一ついいとこかな。いやーつうか、その本当に出会いすぎちゃって人と、面白い人と、だからもういやーっつっていっぱいいるような嫌なんだよ。いやーいっぱいいすぎて、まあやっぱこういうとこだからランキングにしたいぐらいの勢いなんだけど、いすぎてもうデータがもうパンパンすぎて出せないぐらい、そんぐらいで、マジ奇跡なやつとか超いっぱいいて、もう無理だよね居酒屋なんか特にだよ、超やべえから、本当に嘘しかつかないやつとか来るんだ、相当やばいよ。サラリーマンじゃ絶対に体験できない人数の人と会うんですよ。サラリーマンの人ってさ、エロいことをしてえなとか思ったらさ、まあ会社の外でやるのがベターだよな、ベター、だけどやっぱりね4月に入ってくる新人狩りとかしてんだろ、どうせやってるよな、やってるだろな、とか派遣狩りを、そういうの狙ってんだよな。だから出会う数が圧倒的に少なすぎるからそうなっちゃう。もう選びたい放題ですからね、飲食店っていうのは。まず飲食店超モテる、キラキラしてるやつがね、モテるモテる、あれみたいな、女の子ってこんな簡単なのみたいな笑った、いやほんとそうだよ、手玉に取りまくりでほんとてて、ほんとね、モテたい、人はねおすすめ、マジモテます、マジ40%増しでモテるね、俺がサラリーマンやってるより俺が飲食店やった方が 40% 増しぐらいでモテる、だその 40% 増し欲しかったらやった方がいい、絶対モテるから、あと飲食店はそうだな、なんか毎日来る人違うし、毎日もう全員がターゲットなんだけど、そのこういうことをしましたよみたいな言った時引っかかってくれた時とかは嬉しい、なんか写真載っけてそれを見て、あ、なんか可愛い娘さんたちいるんですねとか言って、そういう人、そういう夫婦とかが来ちゃったりした時とかは熱いというか、その自分の投げた餌っていうわけじゃないんだけど、まあネタだよね、自分のばらまいたネタで、あ、ちょっとこいつ面白いかもって来てくれた時とかは超嬉しい。だから素直にそういうのは
決まったっていうなんかね感じなんだよね、なぜか、うん、だからみんなもねそういうなんだろういろいろ考えて行動を起こすのが好きとか言うんだったら絶対向いてる、うん、だから毎日本当サーフィンとかみたいに同じ波来ないから、うん、決まった波は絶対来ないんだよね、一発しか、うん、そのお客さん、そのシチュエーション、その時のメンバー、その時の天候もあるだろうし、その時の俺自身のコンディションとかね、全部がそうだね違うんだよね、整う、全部が同じっていうシチュエーションないから、だから毎日いろいろこれはこうだなっていう、あミスった時これはこう直したらいいんじゃねえかとかが考えてハマった時とかはもうねだよ、手取り決まった時ぐらい嬉しい、4本ダンポンアンみたいな、そんぐらい嬉しい、ぷよぷよで言ったら15発ぐらい決まるぐらい嬉しいだ多分それが毎日あるわけじゃないんだけどね、まあ、そんなの毎日あったらバグっちゃうでしょ、うん、嬉しすぎてピャッ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 、そんなんじゃないんだよ、そんなじゃないんだよ、まあ、だけどね悲しい出来事もあるんだよな、うん、だけどやっぱその悲しいのに打ち勝つようにならないといけないから、人間強くなろうとする傾向あると思うんだよね、うん、あの店売れてねえよとか言って、売れてねえんだよ多分、だけど粘ってる人いるじゃん、超頑張ってるよ、粘るの大事だから、そうだよ、ダサくないよ、続けてるってことは超かっけえ、超粘ってんなーみたいな、すっげえって、だから飲食店の人は飲食店の人をリスペクトできたり、うん、する、あのね人をね好きになれる、うん、あこの人かっけえみたいな、うん、だからなんか何なんだろうね、うん、アイドルにもなりたいし人気者にもなりたいし人気者のライブも見たい、うん、人をね本当好きになる、うん、お客さんも含めね、あの好きになるっていうのが楽しいかもしれない、やっぱなんかさその恋愛度数っていうか、なんつうの、愛ハートバクバクドキドキみたいなのってなんかまあ減ってくでしょう、なんか何歳かを境にじゃないけど、うん、そんな、ま、毎日ドックンドックンしてるやついないんだけど、サラリーマンだったらまあそういう人にあんまりいないと思うんだよね、ドキドキしてる、だけど飲食って毎日ドキドキするからマジですごいんだよマジで、おっぱい半分出してくるやつがいる、ドキドキするだろそれは、なあ店でもうしゃぶっちゃうとかね、マジでそんなやついないと思うでしょ、あるからマジ、俺のビビった中でやっぱそれトップランキング入ってくるけど、そういう時ビビるよね、もうなんだこいつすげえみたいな、すげえじゃないよね、すげえじゃないよ、だけどそういうことが起こるんだから、一つの箱でもう分かんないよ、だからねそういうのはいい、いい、分かったのかな、とね、やっぱ人と人の会話が増えるから、うん、なんかいろいろな人の話を聞けるっていうのも、うん、俺ブレ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 って喋ってるだけじゃなくて聞いてるでしょ、喋りすぎ、悪い、ごめん、すみません、だけど聞いてるから、聞いててすげえ勉強になることとか超ある、うん、最近来た夫婦のお父さんお母さんで、まあ俺と同じぐらいです年で、娘さん2歳8ヶ月で市川にあるねレスリングのねクラブに入れたんだよね、その話聞いた時にえと思って、そこ知ってると、俺通ったことあるしって、で俺それやること決めてたんだ、もう俺多分やるからレスリング部入る、でそれは俺が入るっていうよりは娘3歳5ヶ月4ヶ月のあられ次女をそのレスリングクラブに、1回見学行く、うん、それでレスリング極める、かなり楽しくなると思う、なんかねそういう、まあ、情報とか面白いこと俺もうやる
もう俺ちょっとやるって決めてる系なんで、もう俺の中ではレスリングで頭いっぱいみたいな、そういう情報とかももらえたり、うん、なんかその人と出会えたのも良かったし、で真剣に聞いてた結果、そういう俺やりてえなって、なんか俺ねえ、例えばそこ20歳の人とかがいたら、その人とかと俺がレスリングちょっと勉強して修行してトレーニングして戦ったらどうなるんだろう。20歳の若造には負けませんよ、後藤一発。やっぱサッカーやってて足腰には来た、もう自信あるし噛んだけど、だけど中にも立ってて立ち宮の店主としてレスリングバック取るよみたいな、全然行くよみたいなスタイルだから、15キロもやったし行けるでしょっていう、なんつうの、闘争心芽生えさせてくれたっていうかね、そういうのって案外熱い情報じゃないもしくは俺がもうあのレスリング行ったんだけど、もうハードワークすぎちゃって、もうだだだだだ無理無理無理ってなっちゃうかもしれないけど、そのきっかけがあったっていうのは嬉しくて、うん、だからやっぱきっかけ超欲しいよね。もうガンガン俺のこときっかけてって感じだもん、本当に欲しい、そういうので、俺次女って、次女、長女、次女がいたら、次女ってなんかお下がりみたいな、服着たのお下がりとか、プールやってたらお下がりでプールの水着とかで、姉ちゃんチアリーディングやったらそのままやらしてみようかなとか、バイオリンやってたら習わせようかなとか、なんかいろいろそういう歴代みたいなお下がりやるじゃん。それがちょっと俺の中でムカつくんじゃねえかなと思ったの、次女的な気分で言うと、うん、だから次女にはもうちゃんと次女専用レスリングスーツでしょ、行っちゃうっしょ、あれこれ行っちゃうっしょ、これ行って、だけどそれがかっこいいとかダサいとか分かんないと思うんだよ、ただ自分のものだと、そのユニフォームは自分のもの、お姉ちゃんのお下がりじゃないっていうのは分かると思う。それでその次女が楽しくなったりする可能性もあるから、レスリングは全然知らないじゃん、知らないんだけど、それをあえてちょっとやってみようかな。でそのね、レスリングの先生コーチはなんだっけな、スリランカ人、イラン人かなんか、海外の人なんだよね、外国人の方なんだけど、まあ、そういう人たちとのなんだろうね、付き合い、出会い、コミュニケーションを俺は取りたいな、うん、って思ったのも、あのそこに入会しようとした大きな理由の一つ、うん、いやマジできっかけで俺のことマジでどんどんいろいろ誘って、今月月末には一回サッカーやろうと思ってるんで、まあちょっと足も治ってきてるから多分いけるかなみたいな、まあ左足しか俺は使わないけどね、まあ、そのサッカーで、まあそういうのもやってきながら、まあちょっと運動もして、まあちょっとこれからまたレスリングやったら多分もっといくべ、もっといくべ、これもっと20キロがあーなるっしょ、顔ちっちゃくなるっしょ、モテるっしょ、飲食店最高っしょになる可能性が高い高いレスリング、いやー俺超握力とかないからね、腕相撲俺勝ったことないマジで、同世代とか後輩とかマジで弱い、手首弱い、何なんだろうね、ダメっしょこれ、ダメっしょ全然、だからまあそういうのとかもなんかやっていくのかなみたいな、うっべーとか言ってバカでしょ本当にで子供とかが家でなんかホップステップジャンプみたいなトランポリンとかやってんだけど、それ落ちて首とかガーンやったら超痛いじゃん、危ないじゃん、だけどレスリングのところは全部マットだから、そんな首とかないし、ルールとか体幹とかも強くなるし、もういいことずくめなんですよね。なんで俺はちょっと レスリングのことレスラーっていうのかな、まあ俺コブラって名前でちょっとレスリング業界言わしていこうかなと思ってるんで、これからコブラよろしくお願いします。コブラ違うか、弱そうだな後藤一発、毎日が冗談じゃねえ。とんかつの歌ジョーロースって言えるジョーロース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 とんかつパンパンジョーロース
トンカツパンパンジョロス。トンカツパンパンジョロス。トンカツパンパンジョロス。